9年ぶりの大寒波が今ねやってきております。うわ真っ白すごいね転んでるね。はい、ということで9年ぶりの大寒波が今ねやってきております。はい、めちゃくちゃ寒いです。まあ、ただねそういったカナダとかマイナス10度とか20度とか行くところと比べたら全然寒くないんですけども、まあマイナス、行くと寒いですよね。で気温はマイナス4度で、明日はね最高気温がマイナス6度 で今週最低気温がマイナス11度、行くそうですね。で今日の服装はねもう完全防寒着ですね。超極暖のインナーにその上にヒートジャケット着て、さらに上からねダウンを着てます。で下ズボンは、超極暖のズボンヒートテックに、普通のねユニクロのパンツを履いてます。はい、ということでかなり寒いんですけど、明日はねもっと寒くなるということで、やっぱりねこのヒートジャケットめちゃくちゃいいですね。寒いんだけどねそんなに中はポカポカっていう感じでも手はね寒い手は寒いで、これかなりめちゃくちゃいいですよ。もうこれ多分この動画でね何度も何度も喋ってるんでしつこいと思われてるかもしれないんですけども、ヒートジャケット本当におすすめです。本当にめっちゃ暖かいんで、今日はね大雪ですけど、こういうね異常気象っていうのももしかしたらこの環境の変化で、環境の変化というか環境問題ですね、環境問題で起きてる可能性もあるので、今日はねオランダの環境問題についてちょっとね話してみようかなと思っております。ただね素人の意見なので、別にそう専門家ではないのでね、間違った情報もあるかもしれないんですけども、結構ね僕もそういうの気になるので勉強とかねしてるんですけども、その中で得た情報とかも、共有していきますので、もしね間違ってる情報とかあったらね、ぜひねコメント欄の方で教えてください。でね、この今回のね雪は気象警報が出てるんですよね。で9年ぶりの、コードレッド、一番最も危険度が高い警報なんですけど、これがねオランダ全国に出されてます。でコードレッドは道路利用者にとって最もリスクのある警報って言われていまして、公共交通機関の大規模な混乱の可能性があるっていうのと、厳密に必要でない旅行は避けてくださいっていうことですね、コードレッドっていうのは。で今日もねたくさんのバスがね停車されているらしくて、あとは午前中のトラムとかも動いてないそうなんですよね。で9年ぶりの大雪ということで異常気象みたいなのが起きてますね。去年とかはね雪は降ってないんですよね。年々気温もね高くなっているそうなんですよ、オランダは。世界的にも、そうだと思うんですが、一昨年のフランスの猛暑とかも結構、ニュースになりましたよね。でオランダもかなり猛暑が、あってですね、で去年とかもう30度超える日っていうのはもうザラにありましたね。で2019年には40度近く上がったこともあるそうなんで、で20世紀初頭で1年で最も暑い日が30度ぐらいだったらしいんですよ。でも2019年に40度ぐらい超えてまして、こういう異常気象っていうのはやっぱり温暖化が原因で、起きてることもねあるので、そういうのが原因なのかなって気がしますが、オランダはねもう冷房とかないんですよ夏は。なんかね大雪の中で真夏の話をしてるっていう。でオランダはね、冷房がないんですよね。もともとはね暑くない冷房が必要ないね環境だったんですけど、最近ね本当にもう暑い日が続いてて、暑い日でも大丈夫なような環境っていうのは整ってないので、かなり大変です。気候変動によって1メートルとか3メートル海面が上昇する可能性があるっていうふうに言われてるんですよね。でオランダって低地の国なんですよね。オランダのそのオランダってネザーランドって言いますけど、ネザーっていうのはローワーっていう意味で低いっていう意味なんですよね。国土の4分の1は海抜0メートルの地域にあるんですね。本当に平坦なんですよ。アムステルダムからこう僕の住んでるフェームとかまで、ずっと平坦な道が続いてて、まあその奥もねずっと平坦な道が続いてるんですけど、本当にね日本みたいに坂とか全然なくて、自転車とかねすごく楽なんですけども、でねこれ以上ねこの海面のこれ以上ね海おーすごい、なんか温まってんのかな、そこ温泉みたいになってるな。鳥さんたちが温泉みたいに川に浸かってますね。雪の上よりか川の方が暖かいんでしょうね。こちらもカモさんたちがいっぱい泳いでます。はい、でねソリとかね持ってる子たちもいっぱいいるんですよね。なんかアムステルダムの方ではスキーでね移動してる方たちもねいるそうです。
で、その海面がね1メートルとか3メートルとか、上がる、可能性もあってですね、なんか3メートルまでだったらねなんか大丈夫らしいんですよ。その排水施設とか、あとその堤防のかさ上げとかをね、3メートルだったらまだ許容範囲らしいんですけど、それ以上行っちゃうとやばいみたいで、まあ、一説によるとですけど、そうするとですね国土の一部をね放棄してアムステルダムとかそういった都市はもう大移動しないといけないことになるかもしれないんですよね。でかなりね危機感を持っている方たちもねたくさんいらっしゃるんですね。で、確かねオランダ、これ日本でもかなりニュースになってたと思うんですけども、オランダの最高裁判所が、オランダの政府に対して2020年年末までに温室効果ガスの排出量を1990年と比べて 25% 削減するよう判決をね下したんですね。国もねそれに向けて動いてるんですね、温室効果ガスの削減に向けて。オランダではねサーキュラーエコノミーが有名ですね。すごいもう吹雪ですね、もう超冷たい。サーキュラーエコノミーっていうのがね有名ですよね。物を一切、ゴミを一切出さないっていうシステムですね。リサイクルとはちょっと違った思想なんですけど、まあそういった、ゴミを一切出さないような仕組みを今作っているんですね。でちなみに電気自動車は、ガソリン自動車ですね、ガソリンの自動車は2030年までに完全廃止するっていうような計画を立ててます。ちなみに日本は2050年だった気がしますね。だいぶそこでやっぱり差があるんですけども、オランダはかなりそういった環境問題に影響を受けているので、そういった取り組みのスピードが速いですね。でちなみに調べたんですが、電気自動車の普及率は日本は 1% ぐらいらしいんですよね。でヨーロッパは、ね、8% なんですよ。で結構ね道歩いてても充電スポットいっぱいあってですね、かなり普及してる感じがやっぱり、ありますね。オランダは SDGs とかってありますよね、それよりパリ協定とかの方をにフォーカスしてる感じがしますね。京都議定書とかもあると思うんですけど、パリ協定の方が法律のね拘束力っていうのもあると思うので、結構ねその SDGs とかよりも、パリ協定の方にフォーカスしてる感じがします。マイクとかすごいことになってるね。大丈夫かな、音取れてるかな。ただね政府は KLM の航空会社ですね、航空会社の株を、購入してるんですね。でそれに対してその国民は温暖化を推進してるんじゃないかっていうような批判があってですね、4万人ぐらい集まるデモとかも普通にあったりするんですよね。あとね人によってはねお肉を食べることもね結構意識されてる方も、いると思います。でお肉をこう生産することで CO2 ってこう出ちゃうわけじゃないですか。そういうのもあって結構ねこっちではビーガンのものがかなりスーパーとかで普通に売られてて、前の動画でもねアルバートハイの紹介しましたけども、もう半分ぐらいねオーガニック と、ビーガンのものとかもあって気軽にね、買えるんですよね。で僕はねお肉食べるんですよ、全然お肉好きだし普通に食べるんですけど、全然ビーガンじゃないんですけど、でもなんかそういったお肉ってどういう風に生産されて食卓までね、行くのかっていうのも、知っておくことはすごく重要だと思っていて、いろんなドキュメンタリー の映画ありますよね。命の食べ方とか、まあ、いろんなその映画とかありますけど、そういった動画を見ることでどういうふうに生産されてるかっていうのは、絶対に知っておいた方がいいとは僕は思ってるんですね。で、考えを持ってしっかり行動することが重要なんじゃないかなって思っています。なので僕はそういったどうやって牛肉とかねどうやってこう生産されてとか、どうやってその牛から食べるお肉のところまで行くのかっていうのも、しっかりね僕の中で知った上でいただけますって言ってお肉とかね、食べたりしてるんですけども、そういった情報っていうのは、まあ、知ってるのと知らないのじゃ全然違うので、そういった感覚を持ってないと実際ねヨーロッパとか、あとそういったビーガンとかちゃんと環境問題を意識している方たちと話した時に、ね、まあ、かなりミスマッチが生まれたりとかして、そういったことがあるので知っておくことが結構ね大事なんじゃないかなって思います。あとはですね、オランダで結構面白いなと思ったことが、水上の上にね居住地を増やすっていう計画があるんですね。映画のねウォーターワールドを
想像していただけるとね結構わかりやすいと思うんですけども、オランダではねサスティナビリティに特化した水上都市計画がありまして、2019年ぐらいかな、スクーンシップっていうねプロジェクトがあるんですよ。極限まで二酸化炭素を減らして新たな共同体を水上に作ろうっていうなんかコンセプトで、アムステルダムの市民たちによって自発的に立ち上げられた計画なんですけど、太陽光とか運河の水とかの再生エネルギーを最大限に活用して都市ガスは一切使わないような生活みたいなんですね。これがねかなり人気らしくて、もうキャンセル待ちとかも出てるらしいんですよ。実際ねオランダにはもうそういった地域もあったりとか、アムステルダムにはハウスボートがもう2000隻以上ありますね。それぐらい結構ね皆さん水上で生活されてる方もね、たくさんいらっしゃいます。でそんな温暖化が進む中、今日はね、9年ぶりの異常気象ということで、もしかしたらねその環境の変化でこういった異常気象っていうのが起きてるのかちょっとわかんないんですけど、まあ、こういったことがオランダでは起きております。でね今週ねもしかしたらね氷川とか、そういったところがもう凍ってですね、スケートとかねやる方もねたくさんいらっしゃるそうなんですけど、この前もねニュースで首相が言ってたんですけど、こういったね自然の中で起きるその、まあ、川とか凍ったりすることに時間をね割いて楽しむべきだっていうふうにも言ってましたので、まあ、中にはねその川とかでも、滑っちゃいけないところとかもあると思うので、ちゃんとねここは滑ってもいいよってとこであればね実際行ってね、もうスケート靴とか持ってないんですけども川の上でね遊べたらいいなと思っております。はい、ということでね、こんな感じで実際オランダで生活していく上で、いろいろこう気づいたこととか、現在オランダで起きていることとか、そういったことを、まあ、ブログをねこうやって散歩をしながら、そういった気づいたこととかをブログとして発信していきます。あとね、僕の動画ではビザの取り方とか移住方法とかも、載せてますので、まだ登録されてない方はチャンネル登録お願いいたします。あとこの動画いいなと思っていただけたら、グッドボタンを、ね、お願いいたします。あと他の SNS、Twitter とかインスタとかでは、リアルタイムに発信してますので、そっちの方もぜひ、フォローお願いいたします。それではまた次の動画で。